阪神、佐伯宏人投手、25、が6日、SS k 社とアドバイザリースタッフ契約を締結した。この日は大阪市内で来期に使用するグラブなどの用具の打ち合わせも行い、赤色の新グラブなどを公開。佐伯モデル、野心相棒と共に戦う来期の活躍を誓い、侍ジャパン入りも目標に掲げた。プロ野球選手としてのステータスを、 また一つ格上げする契約を結んだ。佐伯が来年から SSK 社のアドバイザリースタッフになる。同社の、顔、の一人として戦う自覚はすでに芽生えていた。契約させてもらえるということでより一層、頑張らないといけないと思うので、しっかりとそういうものに見合った活躍ができるように頑張ります。カタログや野球用品店で掲示されるポスターなどに登場し、 子供たちの目に留まる機会も増える嬉しい契約だ。同社とはこの日、来期に使用する用具の打ち合わせを行い、グラブは引き続き赤色を使用する。体の軸を縦回転で動かすことを求めて今回も細かく改良。左手の握る感じが良くなった。体を縦回転で使えるというか、無駄に力まず回転できると思う、と好感触だ。そんなこだわりが詰まったグラブ。 今期の飛躍があって結んだ契約を通し、今後は再起モデルとして店頭に並ぶ予定だ。来季に向けて最優秀防御率などへの意欲も口にしているが、11月には国際大会のプレミア12が開催予定。プレミア12とか WBC とかはやっぱり選ばれたい気持ちはある、と日の丸への憧れも強い。もちろんそのあたりはシーズンでしっかりと結果を出すことが大前提。 とキリリ頭の中にさらに大きく羽ばたくビジョンがありそのためにトレーニングに励み武器のフォークを磨いていくつもりだまずはシーズンで1年間しっかりと投げられるようにトレーニングとかをやってしっかりと結果を出してやっていけたらいいかなと思う虎の再起としてさらに名を馳せ世界の再起へそうなれば再起モデルも子供たちからの欲しいの声が飛び 売れ行きは右肩上がりとなるはず。憧れをさらに強く抱いてもらうために2024年のマウンドに立つ。